皆さんこんばんは。9月23日土曜日、月に一度の特番、言わせてもらおう本音テレビ、略して本テレのお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。はい、キャスターの宮平大作です。よろしくお願いいたします。ということで本日もですね、議員の皆さんに来ていただいておりますので、ご紹介いたします。まずですね、西原町議会議員の宮里博文さんです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、豊見城市議会議員の荒垣彩子さんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして豊見城市議会議員の徳本嗣人さんです。はい、よろしくお願いします。はい、本日も、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、なんか彩子さん、ちょっとなんかちょっと目の方がちょっと膨らんでるんですけど、おかしいねすいません、前回出席もせずに怪我して戻ってきた感じですけどなんか ついこの間、はい、転んでしまって階段と喧嘩しました。ちょっと、はい、こっち目尻を切って、あのパックリ縫いました。はい、まだちょっと、まだ完全じゃないんですけど、手術する、手術じゃないけど縫うのにちょっと時間がかかるぐらいの、はい、ちょっと中の筋も断裂してしまって、ボクサーみたいになってました試合後のボクサーみたいになってました。はいはい、じゃあちょっとお大事に、ありがとうございます。ということで、じゃあですね、それでは本日もはい、やってまいりましょうか。ということで、そうですね、今月のですねテーマなんですけれども、はい、今月のテーマはですね、企業誘致ということで、企業誘致をテーマにですね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、まずですね、まずそもそもこの企業誘致っていうのが、僕そもそもよく分かってないところがございまして、はい、その企業誘致って実際何ですかっていうのをちょっと聞きたいんですけれど、じゃあ博文さんからちょっとお願いしていいですか。企業誘致って何ですか。はい、あ、これ僕が思うあれです。はい、でいいですよ。あの企業誘致、市町村の企業誘致は、はい、そもそも雇用の確保、税収アップ、そしてこの働く居場所っていうものがこの町のインフラになるっていう、町の機能として大変重要なところというところですかね、僕のイメージは。はい、まあ博文さんが今そういうふうにおっしゃいましたけど、まあお二人はどんな同じ意見ですかね。彩子さんから。ほぼ一緒だと思うんですけど、はい、まあ、よく言う人物金って言って、その人が集まって物が集まって、うん、でお金が動くみたいな、そういう流れがあるので、やっぱりそもそもの住民だけではその回せないものっていうのは外から入ってきてくれないといけないじゃないですか。だからその部分で町の、まあ、経済の自立のためにはやっぱり外からのお金を取り込まなきゃいけないっていうので、その手段として企業を誘致していくっていうことだと。嗣人さんもそんな感じ。はい、もちろんです。だからそうですね、今、まあ、一昔前はそれ浦添市が成功してるって言われたら、水沼さんご存知だと思うんですけど、はい、本社機能が浦添市にたくさんあるので、その税収が大きく法人税として入ると、うん、それで潤ってる町っていうことでもう有名だと思います。はい、浦添市がそういうふうに有名なんですか。そうです、本社機能があるので。沖縄の本社機能、いわゆる沖縄の超有名企業は結構浦添に本社構えてたり。ああ、そういうことですか。そうです、そうです。あ、大体の本社は浦添市にあるからということで、はい、やっぱ支店と本店っていう意味では違う、本社機能を有しているところが所在していると、はい、やはり法人税もそれなりに大きくその町に入ると。その町に入る。はい、あ、なるほどですね。はい、ということで、まあ、そんな企業誘致なんですけれども、まあ、まあ、そんなこの企業誘致なんですけど、どんなふうにして、企業誘致をするかっていうか、どんな方法がありますかね。じゃあ嗣人さんから。はい、まあ、企業誘致手法としては、はい、まあ、我々富城ですから、はい、こういう企業さんの皆さんにおいでいただきたいってなった時には、はい、その業種を限定するなりして、うん、町がですね、行政側が、はい、
でそれに対してはメリットを講じますよ。例えば固定資産税を何パーセント値引くとか半額にするとか、そういう企業に対してのメリットを与えることによって、であれば市町村迷うんだったらトミグスク、こういうメリットがあるからトミグスクに進出していこうというふうになると思うんですよね。でそういうのも一つの手法だと思います。あ、その企業に対してそのメリットを、はい、こういうメリットがありますよということで誘致するということですか。はいはい、あやこさんはどんな感じですか。まあ、私もトミグスクですから、うん、トミグスクの場合はですね、あの行政側、町側が、はい、あえて声を上げなくても、まあ、企業さんの方からトミグスクに進出したいんだっていう声を多くいただくことが多いんですね。そうなんですね。でだから町が必要としている企業かどうかっていうのは別として、その町の魅力を上げればその企業の皆さんが注目してくれるっていうのはもうトミグスクにいて感じることなので、逆にその進出する場所がないので困ってるとかですね、だから土地の利用を変えなきゃいけないとかいろいろあるんですよ。はい、だから企業が来たい町なのか呼びたい企業なのかいろいろ手法があって、なるほど、はい、目的があって企業を誘致するのか、うん、企業さんの方が町を選んでくれるのかっていう、いろいろありますね。で、まあ、トミグスク市は結構行きたいっていう声が結構あるんですか。ね、あります。あるんですけど、はい、土地が満杯でして土地がもういっぱいいっぱいしちゃってていっぱいなんです。結構ちなみに断ってる、どんな業種とかっていうのは言えることはできますか。まあ、今話聞く分にはまあオールマイティですよね。結構いろんな業種ありますよ。まあ、製造業からサービス業もいろんなところはあると思うんですけど、特にもう土地が必要な製造業とか工業系については今のところないんです。でも一般の方々からすれば、いや農村地域とか農家、農地でやっても畑やってないところもいっぱいあるさ、そのところになんでできないのっていうのは一般市民の意見だと思うんですけど、やっぱり土地には利用していいダメっていう縛りがあるので、それをまあ調整区域なのか市街地なのかっていう、結構まあ不動産業でも多く言われてることなんですけど、網を外しなさいってよく言うの聞きません？網を外してちょうだいっていう、用途変更したりとかいろいろやらなきゃいけないことがハードルがあって、例えば農地だけど宅地にしたりとかしてとか、いや、まあ、それもその類ですよね。そういうことをやっていかなきゃいけないんですよ。だからうちはだいぶ網がかかってると、まあ、今ちょっと緩和されつつあるんですけど、もう3年ぐらい前はトミグスクは7対3で3が市街地なんですよ。あとの7は網がかかってると、だから要するに企業さんが立地できる土地じゃないということが7割広がってる風になるので、一見見た目はトミグスクたくさん土地はあるはずなんですよ。だから今その作業を急ピッチで進めているところと、それが完成して初めて企業さん呼べるんですよね。そういう流れです。今ちなみにそのこの網を外すっていう作業っていうのは難しいものなんですか。はい、難しいですよね。はいまず一義的に、はい、地権者がいるってことなんですよね。地権者、この地権者っていうのがやっぱり一番この土地を持ってる人ですから、はい、この土地の利用方法は農地であったり何地であったりあるんですけど、それを変えようって言った時にこの人の合意が必要なんです。でそれ大規模開発をしようってなった時には、はい、その分地権者が増える、その分いろんな考えが増えるので、それの理解を得られるための時間が相当要すると。いわゆる区画整理事業、例えば何ヘクタール区画整理して、はい、今はもうぐちゃぐちゃって家がいっぱいあるところをきれいに道通して下水入れて家こんなやって分けて、土地は減るけどいい町になるよ、地価も上がるよっていうのが区画整理なんですけど、これをまだ西原終わってない地域もあるんですけど、今40年目とか、はい、それをずっとやってて40年目になる、はい、それだけじゃ地権者の方が納得していないというそうですね、でも言えるんですよね。言えますし、またこのいろいろ細かい作業がありまして、はあ、ちょっとそれが長引くとかもあります、ね、それは道の整備でもあると思うんですよ。原道を広くするという、はあ、まあ、1車線だった道を2車線にしていこうってなった時にも、うん、やっぱ画幅するわけですよね、はあ、それについてももう起点から終点までやろうとした時にはもう25年30年かかるっていうのは沖縄県内平気でたくさんあるじゃないですか、はあ、
そう途中でボコってなんか止まってる場所とかよく見かけるんじゃないですか。家が残ってたりとか土地が残ってたり結構あるんですよ。だからもう多分市民の皆さん県民の皆さんはそれがわからない人がほとんどだと思うので、なんで道早く作らないのっていうことなんですよ。でもそこには第三者のその地権者と言われる一番重要な方々がいらっしゃってて、その皆さんとのこの用地交渉がうまくいかない、土地を売ってください、いやあんたには売らないっていう状況が続けば当然土地が買えないわけですから道は引けないですよね。もう一つ問題があって、もう20年ぐらい前から話が進められてたとしたら、今土地の値段変わってたりするじゃないですか。ああ、この土地の価格が自体が変わってくると。だから最後まで残ってる人はもっと上げてほしいって思いもあったりするとか、交渉に難航するんです。どんどん。じゃあそうですね、いろんな問題が関わってきて。その網外しにもう40年がかかってると。まあ、かかるところは。早いところでは。まあ、7から10年とか言われてますけど、そこはもう最近の実績ではこの民間がこの主導してやってる地域ではそういう話は聞きますね。まあ、土づくりの形もあの行政全部主導ではなくて組合方式っていって地権者がまとまってやるったりとか、民間にお願いして民間に地権者納得してもらってやるとか、いろんな方法があるんだなっていうのは今思います。なるほどですね。今ちょっと網を外さないよ、まあ、今お話出たんですけれども、まあ、同じ内容だとは思うんですけれども、この企業誘致に関してですね、ハードルというものがあると思うんですよ。この企業誘致に関してのハードルがどれだけ、多分この網を外すっていうのも多分この企業誘致の元になるところだと思うんですけど、そこもハードルになると思うんですけど、他になんかいろんなハードルがあると思うんですけど、どんなものがありますか。じゃあよろしいですか。はい、あの完全に立地だと思うんですね。立地とインフラだと私は思います。今ちょっと地図せっかくあるので、はい、あのここが県と那覇市、ちょっとアップいいですか、はい、県と那覇市であります。でその下が豊見城、はい、でここが我が町西原町なんですけれども、はい、例えばこの近辺は高速道路が近かったりとか、あの企業も多いとかで、実は結構土地があったら来たい企業っていうのはたくさん話が出るんですよ。我が町西原町でも結構毎年企業誘致の話があります。お願い相談あります。しかし土地が変えられてないから、あのすいません今できませんというお断りの方が多分豊見城も多いんじゃないですかね。そうですね。だから僕西原も豊見城もあの用途変更できればなおいいなって位置だと思うんですけど、うん、例えば過疎地はこういう話ができるのかなっていうのはちょっと違いますよね。と違うかもしれない。過疎地というと用途変更する条件っていうのが、うん、その前に用途変更された土地っていうのがあるじゃないですか。そこが全部埋まって活用されたら次っていう感覚でやることが多いけど、それもまだなのに新しいところを編み外すのかみたいな感じあるでしょ。それが豊見城はネックになってたりするんです。あそこまだ残ってるじゃないかみたいな開発したい場所以外のところがまだ残ってるっていうか、その元々の開発していい場所が残ってるっていうか、はい、ああそこがまだなのにこっちなんでやるみたいな。そう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 。だから僕らはありがたいことに、はい、あのちょっとまだいろんなところからお声がかかる地域ではありますよね、うん、この企業とか。ああ豊見城市と、はい、西原町に関しては結構お願いで来るっていうのが多い、声がかかるのが多いです。多いですね。だけどその土地の問題でお断りしてるところもあるということですか。結構あります。そうです。県内の移転、県内の移動も多いと思うんですよ。さっき言ったみたいに浦添市に、はい、あの拠点本社構えてたんだけど、うん、もう何らかの理由で移動しなきゃいけない。でその後に移動先となるところが、まあ、那覇もいっぱいだからダメだねってなった時にはもう近隣隣の豊見城よく声かけていただけるんですけど、なかなか貼り付けられる場所がなくて、僕もそれ近くてですね、はい、この市街化工業とかでだいたい工業関係で土地1000坪ぐらいとかって話よくあるんですけれども、うん、あの町づくりはやっぱ連動して行わないといけないなと思うんです。ハヤバルの工業でやってる会社がありまして、もうた家あのこの
この会社の建物を建て直さないといけないんだけど、建て直すとしたら早原から出ないといけないって、要はここが市街地というか商業宅地になっちゃう、壊したら作り直せないと。そうそうです。だからいっぱいありますね、そういう話。要はもう用途が変わってるわけですよ。壊したらその同じものが建てられない、工業系は建てれないってなって、じゃあ西原に来たい、南城市に行きたいとか近場に来るんで隣町に行きたいって動くんですけど、そこが用途変更されてないから、えどうするの。これは沖縄県にとっては多分マイナスだと思うんですよ。この今ずっと地域に根を張って頑張ってた企業が行く場所がない。だからそういう話は前もって本当は広域で連携する必要もあるのかなってちょっと思ったりするんですよね、やっぱり。この用途変更するのも政治の力というか、その働きかけでいかに早くそれを成し遂げていくかっていうのも町の活性化につながるかどうかにかかってくる。行政の職員と連携して議員もその政治の部分から後押しをするっていうような働きかけで誘致活動を行っていくという。やっぱりこの用途変更がじゃあやっぱりその結構なハードルになってくると。高いと思いますよ、まあ、それが一番ネックですね。他にはございますかね。うち豊見城の庁舎って、はい、来年5月には新庁舎に引っ越すんですけど、今ある現庁舎が今建っている建物の半分から用途が違うんですって、はい、だから一回壊してしまうと、はい、同じものが建てられないというか、だからそっちも用途変更しないといけない。だから立ってる場所、さっき言ったみたいに立ってる場所が何であるかっていう、その用途が何であるかによっても全然開発が違ってくるっていう感じなんですよ。難しいと思うんですけど。あと危惧するところがあるんですけども、はい、まあ、僕ら西原も豊見城も海ビーチを抱えてるんですけども、はい、まあ、僕ら今さっき嬉しい話、企業が来たいって言ってくれてる、ありがたいってお話したんですけど、はい、どういった街にするっていうビジョンは今のうち明確じゃないと危ないなと思うんですよ。ある地域によってはこの海沿いリゾートのいわゆる西海岸のリゾートなんですけど、その土地をとにかく工業地があるから、工業地というか土地があるから全部この企業に売却したんですよ。そしたらちょっとホテル少なくない今となってはとかある場所もあるんですよ。海沿いなのに全部工業地域になっている、ここ夕日綺麗なのにとか。だからそういうのも今来るもの全部できればいいわけじゃなくて考えていかないといけないのかなって。じゃあもう先を見てこうやっぱりやっていかないといけないというのもあるという、うん、そう、今の話は本当重要だと思うんですよ、うん、だから今千葉さんビーチご存知な方は分かると思うんですけども、ビーチ、まあ、我々県内最大級レベルを有してるんですけど、その目の前の土地は相当大きく空いてるんですよ。でそこに今からできるであろうリゾートホテルと大型ショッピングモール、これはショッピングモールっていう今県内にあるようなものではなくて、エンターテインメントが行えるスペースを有するっていう、ちょっと視点を変えたような、だから期待大なんですね。でこれは観光に リゾート系で作っていくっていうのがもうイメージされているので、うちはいいなと思うんですけど、文句じゃないですけど糸満市のサザンビーチの目の前にビビビーチがありますね。ああ、はい、ビビビーチ、サザンビーチまでは、はい、ご存知、見たことあります？ありますか？橋から見ても結構綺麗なんですよ、はい、ビーチとサザンビーチまでは、はい、でも一個入ったらなんか造船場じゃないけども、そうそうそう、こう港、この漁港というか、なんか廃棄された船みたいなのかがあったりとかで、景観的にですね、残念だな。別に糸満市の文句じゃないですよ文句じゃないんですけど、この辺も少し考慮していただければ。そのビーチ周辺がちょっと港周辺がするから、そうです、ちょっとイメージ的に観光のイメージがない。そうです、確かになんかあっち系はそんな観光イメージっていうか、そんなイメージあんまりないのは確かにありますね。結構大きないいホテルなんですけど、だから客室は全てオーシャンビューだと思うんです。それはもういいと思うんですけどね、一歩手前側ってなると周りを見たらあれってなっちゃうかなとかですね。結婚式とかはいいロケーションですよね、うん、そうですね、海を、うん、チャペルとかもあってね、うん、これ今ちょっと下げてあげた感じですかね。いいとこですよ親戚がそこで結婚式したんで、ちょっと
あでもいいとこですからね。いいとこ、はい、なんかその辺もせっかく立地しているので、うん、糸満市はこの辺を少し考えることによってまた違うものができるんじゃないかなと思います、うんうんうん、もう全然手遅れでも何でもないし、多分これはまあこれからっていう感じですかね、はい、まあ、糸満市の皆さん頑張っていくと思いますよ、はい、うん、はい、じゃあ次はですね、はい、それぞれの、皆さんが考えるですね、企業誘致ということで、例えばトミグスクならトミグスクにこういった企業を誘致したいなとか、西原町だったらこういった企業を誘致したいなっていうのがありますでしょうか、うん、ということで、じゃあ徳本さんから。はい、あのトミグスクはですね、臨空タウンなんですよ。空港が近くにある町として、うん、からこの流動ですよね、物流だから物流特区指定も受けてるんですけど、うん、それを考えた時にはこう すぐに発送できるような物流関係の企業を大きく貼り付けないといけないと思います。であとオロクバイパス沿線沿いっていうのは、はい、那覇の境界線を境に何もなくなるんです、トミクスクに入ったら。まあ今こそメイクマンとか、うん、マックスバリューはあるんですけど、はい、それ以外を除いたら何もないんですよね、うん、だその周辺沿線にはそういう企業とか、うん、まあ大きく産業として製造業じゃなくても何かアジアに送り出す車のパーツだとか、うん、まあ、その時代のニーズに合ったようなものをこう送り出せるようなパーツセンター拠点としてですね、いうようなものを置くべきだと思うので、そういう業種を限定としてやる、工場とか製造工場とか、そうですね、もう細かくパーツっていうことについてはですね、だからアジアも沖縄県豊見城にこういう企業があるので、うん、あのまあ、小さいかもしれないけど特殊的なものだ、もうこの企業しかできないっていうようなものとかをどんどん誘致していけたらいいなと思っています。あと内陸については東京都心じゃなくてもいい、はい、人材さえいれば成り立つっていうようなビジネスはその市街地周辺にも、もう一つのビルの、うん、雑居ビルの中でも行えるようなビジネス展開しているところはそこに行っていただく、日本立てで僕はやっていった方がいいのかなって思ってます。なるほどですね。それでは彩子さん。はい、私はあの企業誘致という視点でちょっと違うんですけど、どういう仕事を企業誘致するかではなくて、その来ていただいた企業さんに市民がいかに就職できるかっていう、それをちょっと視点を考えてて、だから例えば製造業が来るっていうのが決まってたら、そこに就職できるようにもう町側がまあ後押しをする。例えば技術系の仕事があるんであれば、その技術を先に身につけてあげるとか、あとコールセンターであればコールセンターに入れるように前もってまあ人材育成をするとか、そういうこんなに人材育成をもう済んでます、どうぞ来てくださいっていうような就職率の、まあ、ある意味この市民だから採用したいよねっていうのをやりたい、語学にしろ何にしろですね。でなぜかっていうと、うち結構いい企業さんいるんですよ、市内に。なのに市外から採用してることが多くて、市民に還元できてない分野が多くてですね、そこがちょっと残念だなっていうのがあって、せっかく市内にいい企業さんが来てくれても送り出せる、採用してもらう市民がいないっていうのは、とても残念だと思ってるので、そこにちょっと力を入れたくて、はい、そういう人材育成をするためのそういう、まあ、企業というか、そういうのを来ていただきたいっていうのがありますね、はい、ああ、そういった企業誘致も、まあ、あるわけですね、はい、じゃあ宮里さん。私たち西原町はですね、はい、あの僕が思っているのは、うん、あの西海岸いわゆる豊見城、那覇、浦添、宜野湾、北谷のようなですねリゾート地ではなくて、はい、あの別のいわゆる保養所であったり働くであったりベッドタウンであったり、そういった町を、まあ、目指すべきだと今少し思ってます、うん、あの今からこう西のようなリゾート開発はもうはっきり言って手遅れというか、まあ、間に合いませんから。ただあの、うん、どういった企業かっていうのはどういった町にするかでやっぱ変わってくるので、今はマイス、うん、大型マイス施設が来るという話、はい、まあ、いわゆるこのイベントをやるような大規模な施設が来るっていうことで、そうするとホテルも来るから、うん、例えばこのリネン、このシーツの洗浄工場であったり、そういった工場も来るであろうし、もしくはこのマイス施設の中のパーテーションとかそういったのを作れる業者が来るかもしれない。
でも例えばそのいわゆるこの施設がもし別の施設だってあった場合は別の需要があると思うんですよね。で僕がやっぱ思うのはやっぱり産業基盤の整備をしてですね、働きに行く働く町になってほしいなと思います。いわゆるこのサービス業とはまた別でですね、このいわゆるこの何業って言えばいいですかね、まあ、製造であったりとか、こういう中間のあのコンサルであったりとか、そういった企業がこの我が町に来ていただければいいな、地元の人がそこで働ければいいなって思いますね。あ、なるほどですね。まあ、僕はですね、まあ育った町が西原町なので、じゃあ西原町のお話をしたいなと思うんですけど、まあ、僕一般ピーポー的なあのイメージなんですけど、西原町ですね、もっとなんか遊べる場所があったらいいかなって思うんですけれど、例えばですね、ずっと思ってたのがあのボーリングとかですね、おーボーリング場とか結構なくてですね、豊見城市はありますよね、なんかボーリング場。あれはギリギリ那覇です。あ、そうなんですか失礼しました。スカイスカイ、ね、あっちの、はい、あっちはいつも那覇なんですね。境界線ぐらいの場所すいません、那覇市愚子です。でもこのいわゆる遊べる街づくりもこの今言った施設が来れば、はい、そういうふうに用途を変えていこうっていうのがあるんですね、はい、それでそのそうです、なんで網を外して外す作業が、はい、あの遊技場ができるようにっていうものにしなくて、だからその豊見城市のそのエンタメの場所っていう、うん、はい、それはもう結構そういったことですよね、多分遊べる。そうです、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 はい、はい、ショッピングというよりは、まあ、当然そのショッピングって何とも広げると思うんですけど、はい、もっとメインになるような常にイベントという形でできる、はい、具体的には今ここでは述べられませんけど、はい、企業さんのことがあるので、はい、私はすごく期待してます。世界的にやってくれるだろうと。お、はい、なの で, です、ね、まあ、ちょっと僕的にはちょっと西原町ちょっと頑張ってほしいあるんですけど ね, ですね、遊べるスペースですね。そうですね、結構なんか西原町って若者も多いっていうふうに自分、はい、まあ、なんかで聞いたことあるんです。学生の街っていう、そうそう、若者が密集してるなんか街とかっていうのを一回聞いたような覚えがあってて、だからちょっともうちょっとが、ね、若者が喜ぶようなところがもっとあってもいい、うん、いわゆるこの施設が来た後の街づくりの中で、うん、観光宿泊商業スペースっていうのがあるんですけども、うん、いわゆるこの屋台村のような、はい、例えば繁華街なるものを作ろうとはお話は今あります。屋台村みたいな感じ、屋台村というかこの繁華街、この飲食もあったりとか、お酒も飲めたりとか、はい、若い人が遊びたいって、この線をですね、うん、まあ、道この周辺一帯はこういう楽しめるよっていうのは必要だなって話になってまして、あ、そういう計画の一応はあります。案はあるわけです。案はあります。で、色変えもそれで、あの都市マスタープランの変更はそういった意味でもやってます、はい、結構あのどこでしたっけ、あの酒田沖にありますよね、はい、めっちゃローカルなんですけど、那覇の境界線ぐらいの場所です。あ、でもそれよりももっと全然規模が大きい感じで、マイスの近くってこと。そうです、そうです。あの、じゃあ今329国道から海沿いの間ってことね。間に今もうすでに少しある場所を中心にしているのかな、ローカルだけど。ちょっと今はもう用途が全く調整区域で何もないというか、ないところにそういうはめようと、うん、期待できるんです。あ、いいと思う。今ある 旧国道と今度できるバイパス国道の間ぐらいの土地ですね、はいはいはい、だから良かったですね。あの今僕が言ったあの酒田付近あるじゃないですか、あっち今なんか区画整理かなんか分かんないですけど、はい、なんかされてますよね。ああ、そうですね。あそこもなんかなる予定なんですか。あ、じゃあモノレールが来るんです。あ、モノレールが近くに来て浦添なんですけど、はい、その近くをこの用途変えてまして、あ、まあ、じゃあスポーツジムとかスーパーとか、はい、また宅地賑やかにアパートとかそういうのができるって聞いてます。あ、じゃあっちもだ用途変更の関係上今ちょっと今も、まあそういうのを真っ最中っていう、真っ最中、今も工事も行われて。あ、なるほどですね。じゃあ駅の恩恵ってことですね。そうです、そうです。あ、なるほど。あ、
まあ一応考えてはいるわけです。これからただすごい時間がかかるんです。そうですね、あのだから先ほども言ってましたけど、この網外しで40年ぐらい、まあ、足踏みしてるところもあるっていうふうにおっしゃってたんで、やっぱそういうところで、ま、難しいところがあるのかなっていうことですね。まあこれからもですね、2歳とちょっとあの頑張ってほしいですね。まあ一応いろんな計画されてるわけですからね。で、トミックス氏もですね、あのそのエンタメのあの、はい、スペースとかですね、結構中心ですね、楽しみですね。それを考えていくと、うん、もっと人が来る、期待してます。はい、ということで、まあそうですね。という感じでですね、本日は、企業誘致ということでお話をいたしましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、それではそろそろお時間が参りましたので、また次回お会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。